こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では真冬の大定番コート、ユニクロのウールカシミアチェスターコートについて解説をしてみたいなと思っています。今動画を撮影しているのは11月の末なんですが、最近はですね、結構気温が下がってきたので、そろそろコートを欲しいなという時期になってきたかなと思っています。真冬のコートとかアウターには様々なバリエーションがあるんですが、どんなものが大人の男性にとって定番かなというふうに考えた時に、真っ先に思い浮かぶのがまさにチェスターコートというアイテムなんですね。このコートというのはどういうものなのかというと、まずはジャケットを連想していただきたいなと思うんですね。ジャケットがあったとしたら、その着丈をそのまま長くしたような形状がチェスターフィールドコートというものになっています。このアイテムというのは以前ですね、トレンドアイテムとして結構街で着ている方が多かったんですが、今はトレンドというところをですね、経てもう定番的なアイテムになっていますね。様々なお店で必ず取り扱いがありますし、もちろん今回ご紹介するユニクロでもこのようなチェスターコートを長く取り扱いしてるんですね。僕自身もですね、これまで結構たくさんのチェスターコートを買ってきましたし、普段お客様のスタイリングをする際にも結構ですね、チェスターコートをお勧めするんですが、様々なものを見た中でもユニクロのチェスターコートの完成度はもう間違いなく素晴らしいかなと思っています。どんなところがいいのかというと、やっぱりですね、価格と品質のバランスなんですね。もちろん高価なコートであれば品質が素晴らしいのは間違いがないかなと思うんですが、やっぱりですね、価格と品質のバランスってすごく大事だと思うんですね。この価格帯でこの品質っていう、この驚きがあるからこそコストパフォーマンスがいいなと感じるわけですし、他と比較した時にもですね、間違いなくこれがいいという確信が持てるのかなというふうに思っています。ユニクロのチェスターコートというのはやっぱりですね、デザイン的にはめちゃくちゃオーソドックスなんですね。木をてらったところもなくて、徹底的にベーシックで、サイズ感に関しても最近はですね、ビッグシルエットのものが多くなっているんですが、ユニクロのチェスターコートというのはど真ん中ですね、もうジャストサイズのものになっているので、僕たち大人の世代にはめちゃくちゃ使いやすいコートになっているのかなと思っています。ですので、ファッションがあまり得意ではない方だとか、これからですね、ベーシックなものを揃えていきたいなという方には、間違いなくユニクロのチェスターコートがおすすめなのかなと僕の中では確信を持っています。ユニクロのチェスターコートなんですけど、価格はですね、14,900円プラス消費税なんですね。これは間違いなく破格かなと思います。そしてこのユニクロのチェスターコートは素材感がめちゃくちゃいいんですよね。ウールが 90% でカシミアが 10% 混紡されてるんですね。だいたい1万5000円ぐらいの価格帯のコートだと化繊のものが多かったりするんですが、しっかりと天然素材で、しかもカシミアを混紡しながらこういった価格帯を実現しているのは、ユニクロという企業の規模があるからこそできることなのかなというふうに思っています。もちろんですね、化繊の素材が悪いというわけではなくて、どんどんですね、高級に見えるようなものも出てきてるんですが、ただ実際に比べた時にですね、天然素材の滑らかな光沢感だとか手触りの良さというところはやっぱりですね、差が出るのかなというふうに思っています。特にこのような定番的でど真ん中のチェスターコートだからこそ、素材感というところはめちゃくちゃ重要になるかなと思うので、そういったバランス面でおいても間違いなくユニクロのチェスターコートはお勧めしやすいかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、ユニクロのチェスターコートのすごいなと思う点なんですけど、チェスターコートというのはここ数年も定番的なアイテムで、長らくですね、ユニクロでも取り扱いがあるんですが、やはり同じチェスターコートの中でもトレンドによってですね、着丈の長さだとかサイズ感のバランスって微妙に変わるんですね。そういったところをユニクロというのはお客様の声をちゃんと活かしながらですね、年々アップデートしてるんですよね。これぐらい規模感が大きいと、そのフィードバックというのがめちゃくちゃすごくて、年々ですね、このチェスターコートのクオリティが上がってるのかなと思っています。僕自身もユニクロのチェスターコートを今回で買うのが3回目なんですね。ですがやはり買うたびにちょっと違いがあって、やはりアップデートを繰り返されてるんだなというのをすごく感じています。そんな僕自身がベタ褒めしているチェスターコートですが、このコートを買えばおしゃれになれるというわけではないんですね。あくまでアイテム単体だけでは素敵に見えるかどうかは決まらないんですね。あくまでこのチェスターコートというものをどのようなアイテムと合わせながら全身のコーディネートを作っていくのか、ここがすごく重要になるので、今回はこの後実際に僕の私物のですね、ユニクロのチェスターコートを着ながら、このようなアイテムとコーディネートするとハマりがいいよというところまでしっかりと解説したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速着替えてみたいと思います。
はい、ということで実際にユニクロのチェスターコートを着ていました。どうでしょうか。かなり定番的で形の綺麗なコートに仕上がっているのかなというふうに思っています。これが現状ですね、メンズファッションにおける一番ベーシックなですね、チェスターコートと呼べるのかなというふうに思っています。まずサイズ感なんですけども、僕は通常 S サイズを着ることが多いんですが、このユニクロのチェスターコートも同じく S サイズをチョイスをしています。まあ、ユニクロのコートに関してはトレンドのビッグシルエットではなくてですね、定番的なサイズ感なんですが、あえてシンプルなこういったサイズ感の方がユニクロのチェスターコートとしては良いのかなと思っています。まあ、フィット感に関しては身幅もですね、かなりスッキリとしてるんですが、決してビタビタに細いわけではないんですね。以前チェスターコートがトレンドになり始めた頃っていうのは結構ですね、タイトなものも多かったんですが、最近はあまり行き過ぎたタイトなものって流行らないので、これぐらいのですね、ジャストサイズぐらいがちょうどバランスがいいのかなと思っています。まあ、着丈の長さに関してもだいたいですね、膝位置ぐらいになっていまして、長すぎず短すぎずのですね、ちょうどいいバランスなのかなと思っています。まあ、僕たち大人の男性にはですね、これぐらい綺麗に見えるチェスターコートが一着あってもいいのかなと思っています。まあ、冬場のアウターといえばこのようなチェスターコート以外だとダウンを着ることが多いかなと思うんですが、まあ、綺麗めなものに関してはチェスターコート、カジュアルなものに関してはダウンという形で着こなしの幅をある程度設けておくと結構バランスが取りやすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、このチェスターコートなんですけども、どのようなアイテムと合わせるのがいいのかという点なんですが、まあ、先ほどもちょっとお伝えした通り、このチェスターコートというのはもともとかなり綺麗めなコートなんですね。スーツの上に着るようなコートなので、かなり綺麗めに分類されます。ですのでこのチェスターコートに合わせるアイテムというのは、少しカジュアル感のあるものを取り入れた方がバランスがいいのかなと思っています。まずはチェスターコートの内側に着るものなんですけども、僕の中ではいろいろと試してみた結果、鉄板は丸首のニット系のアイテムなのかなというふうに思っています。今内側に着ているのはですね、これはグローバルワークのニットではなく、かなり肉厚なロンティーになるんですけども、ほぼ見え方としてはニットのような感じになるかなと思っています。こういったワッフル系のロンティーだとかニットみたいなものが一番ですね、ユニクロのチェスターコートとの相性が良いのかなと思っています。まあ、先ほどですね、僕はパーカーとも合わせてみたんですが、意外とパーカーとは合わなかったですね。というのもユニクロのチェスターコートというのは結構定番的なサイズ感なので、ちょっときれいめなコートとカジュアルなパーカーというところで相性がそこまで良くなかったかなと思っています。もしロング丈のコートとパーカーを合わせるのであれば、少しサイズがゆったりとしたコートの方がですね、パーカーは相性がいいのかなと思っています。まあ、その点ですね、今僕が着ているような丸首のニットっぽいアイテムの方がですね、間違いなく相性がいいかなと思っています。そしてニットの色なんですけども、様々なカラー展開がありますが、このようなチェスターコートって基本的にはですね、ネイビーだとかブラックを着ることが多いんですね。そうなるとですね、結構体の大部分が重たい色になってしまうので、内側に差し込む色は僕は明るい色の方が間違いなくですね、着こなしの中で差し色になるのかなと思っています。その点おすすめなのが白だとかオフホワイトだとかベージュだとかライトグレー、このような色合いですね。そのあたりのニットを合わせてもらえば間違いなくですね、バランスのいい配色になるかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはちょっと見えづらくて恐縮なんですが、僕はブルージーンズを合わせています。ここもですね、チェスターコートというものがかなりきれいめなので、あまりボトムスはですね、きれいすぎないものを選んだ方が僕はハマりがいいのかなと思っています。先ほど試しにですね、ユニクロのスマートアンクルパンツを合わせてみたんですね。これはこれでバランスはいいんですが、まあ、カジュアルな着こなしというよりはビジネスカジュアルみたいに見えてしまうので、ボトムスに関してはややカジュアル感のあるブルージーンズですとか、あとはせめてブラックジーンズぐらいの方が結構バランスがいいかなと思うので、そういったものを合わせていただきたいなと思っています。そして靴に関してもちょっと映らなくて恐縮なんですが、僕はブラックのレザースニーカーを合わせています。まあ、このようなチェスターコートに対してローファーを合わせるというスタイルもあるんですが、ちょっとですね、綺麗になりすぎてしまうかなと思うので、僕はスニーカーぐらいの方がバランスがいいのかなと思っています。ただブルージーンズと合わせる靴に関してはスポーツブランドのロゴががっつり入っていると意外と相性が良くなかったりするので、ブルージーンズとのつながりを考えるとブラックレザースニーカーで少し綺麗めに、なおかつ色も引き締めてあげると非常にバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、今回ですね、この撮影をする前にいろんなコーディネートを試してみたんですが、
まあ、この着こなしがですね、一番自分の中ではしっくりきましたし、多くの男性にですね、おすすめしやすいスタイルなのかなというふうに思っています。あとはニットの色を複数用意しておくことでかなり見せ方も変えられるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。まあ、ユニクロのチェスターコートはですね、かなり定番的ですごく使いやすいコートかなと思うんですが、まあ、今日ご紹介したのは本当に定番的な着こなしなんですね。ですので、定番と流行という2つの軸があるときに、定番的なスタイルを楽しみたい方にはすごくおすすめなんですが、もっとトレンド感を出したいなという方の場合は、ユニクロのチェスターコートよりは、まあ、以前ご紹介したグローバルワークのウーリーテックビッグコート、これが非常にですね、バランスがいいかなと思います。このようなコートに比べると最初からゆとりがあるので、今っぽさというところが表現しやすいかなと思いますし、ニットも合うんですが、パーカーみたいなカジュアルなスタイルにも相性がいいので、こういった定番的なチェスターコートからちょっと新鮮さを出したい方は、そういったスタイルというところも試してみるといいかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの大定番であるウールカシミヤチェスターコートについて解説をさせていただきました。まあ、このコートはですね、改めて着てみてめちゃくちゃバランスがいいなというふうに思っています。まあ、ウールカシミヤ特有のですね、滑らかな光沢感があって、本当にですね、安っぽい感じがしないんですよね。せっかくなのでもうちょっと近くで見ていただきたいんですが、なかなか伝わりにくいかなと思うんですが、ちょっとですね、動いた時に滑らかな光沢感みたいなものを感じてもらえるかなと思います。なかなかですね、化繊系の素材ではこういった自然な光沢感だとか滑らかな感じっていうのは伝わりにくいかなと思うんですね。その点ユニクロのチェスターコートというのはかなり着心地も良くて軽量なんですけども、しっかりと上品な雰囲気も伝わりやすいので、全男性にお勧めできるコートなのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんにもですね、ユニクロの店舗に行ってこちらのチェスターコートを試着をしていただきたいなと思っています。まあ、僕の YouTube チャンネルではユニクロのこういったチェスターコートと、あとはグローバルワークのウーリーテックビッグコートをご紹介したわけですが、皆さんはどっちの方が好みでしょうか。ぜひコメント欄にですね、皆さんのお気に入りの方をですね、書き込んでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。